やがて来る力をなくした世界、それは無へとただ向かうだけ。ならばその世界を救うため、その身を母の宿りへと返そう。世界はまた生まれるため、死んでいかなければならない。これが古き予言書にあった最後の救いの道。世界はその罪で滅び、人は皆消えていく。でも君にはそうなってほしくないの。私はあなたの命をとどめておきたい。そのためには君の名前が必要なの。さあ君の名を言って。うん、そう、君はこれで滅びの時にもあなたは生きる力を失わないはず。それを信じて強く生きて。よかった、分かってくれたのね。もう時は迫っている。それはすぐに起きてしまうの。そして私は次の世界を育むものとしてあるの。やがて来る世界を作るのが私の役目。さあ私の名も呼んでみて。そう、私の名前は、ああ、私はもう世界の終わりにも涙を流すことはないでしょう。でも私は次に生まれる世界でも君を見ていたいと思っているわ。さあ起きて、もう時間よ。Let me guess, you're here for Yoyogi Park. Ever since that incident on, it's been one lucky loo after another. No one's here for the train. As you can probably tell, I've had a lot of time on my hands. You've heard the news, right? Guess I have to inform you, there was a deadly riot at Yoyogi Park yesterday. If you want the gory details, go check the chat screen at Chipaya. Long story short, a couple folks lost their lives in that park. You could hear the sirens wailing all night long. Anyway, sorry to talk your ear off. Probably not something I should be doing on the job, heh.公園を丸ごと封鎖とはな。現場写真の一枚も撮らせん気か。どうかしてるぜ。ん？俺に何か用か？テレビじゃこう言ってるな。企業と市民団体の衝突で死者の出る騒動に。でも裏の世界じゃこう言われてるよ。姿を変えた闇の勢力同士の争いとな。ん？鳴ってるのお前のじゃないか？もしもし、私よ。やっと連絡がついたわ。何やってたのよ、もう。
ならともかく、君が遅れるなんて、何かあったの？今どこ？あのね、あまり遅いからあいつと病院に来ちゃった。もう着くとこ。悪いけど、直接病院へ来てね。あ、場所わかる？新宿衛生病院。新宿駅から東へ歩けば見えてくると思うから。まあ、いいわ。私、先生と進路について話したいと思ってるし、先にやってる。そうね。遅くなるの嫌だし、そうして。それじゃ。ちょっと待て。お前、新宿衛生病院へ行くのか？はあ、次の行く先も一緒とはね。これも何かの縁か。これをやるよ。まだ発売前なんだけどな。お前、ここで会ったことを知らないんだろ？なら、これから行く病院がどういう場所かってことも知るまい。聖記者の特集ガイア教と弥勒経典。読んでおいて損はないぜ。オカルトの出る幕じゃないと思うかもしれんが、どっこい、あそこはそういう場所なのさ。なんてな。この世界じゃガセネタもよくあることだ。違ってたら笑って許せや。それじゃあな、また会うことがあったら記事の感想でも聞かせてくれや。聞いてよ、この病院ちょっと変なのよ。人が誰もいないの。ただの一人もよ。見て、受付まで空っぽ。なんだか不気味でしょ。やだなあ。今彼に先生を探してもらってるとこ。でも、なかなか戻ってこないのよね。こんな時ぐらいちゃんと働いてほしいんだけど。あれ？何その雑誌。知らない人にもらった？バカね。そんなのと関わると面倒になるわよ。月刊あやかし。聞かない名前ね。やだ、オカルト雑誌じゃない。こんな時にやだな。うん、でも時間つぶしくらいにはなりそうね。あ、ねえ、彼探してきてよ。先生が見つかんないならこんなところ早く出たいし。多分病室のある上の階にいると思うわ。私はここで待ってるから。あ、この雑誌は借りるわね。それじゃお願いね。彼探してきてくれない？先生見つからないなら帰りたいし。多分病室のある上の階にいると思うわ。それじゃお願いね。それにしてもマニアックね、この雑誌。うん、なんだよ、驚かせるなよ。突然音立てたらビクッとするだろう。めったにもう。遅れてきたくせにこんなことするか普通。ああ、もう
まあいいや。それにしてもあれだよ、誰もいないだろ、綺麗さっぱり。ちゃんと先生に電話して確かめたんだぜ、入院してるの新宿衛生病院だって。強えなお前。正直俺この雰囲気はちょっと嫌だぜ。先生のいそうなところは一通り回ったつもりなんだけど、どこか他にいるのかな。ま、いいや、俺一旦あいつのとこ戻って確認してくるよ。待たせたからまた怒ってるかな。へえ、お嬢さん育ちの相手は大変だわ。じゃあな。しかしまあ、やばいことになってなきゃいいけどね。おかえりなさい。ねえ、これの巻頭に載ってる特集ガイア教と弥勒経典ってやつ、ちょっと気になること書いてあるの。ガイア教団とかいう悪魔を拝んでるカルト集団があってね、この日本によ。その人たちは弥勒経典っていう予言書みたいなものを信じてるらしいの。予言書には世界に混沌が訪れるみたいなことが書かれてて、教団はそれを本気で実現させようとしてるんだって。混沌ってのがテロか何かを指すのか、それともただの世まい事なのか、まだ詳しいことは分かってないらしいけど、でも、先生いないよ。男子トイレまで探したんだぜ。いやーね、もう戻ってくるなり。今真面目な話してるのよ、ちょっと黙ってて。でね、ここなんだけど、新宿の東に位置する某病院、ここに彼らの計画を解く鍵が。で、待て事後なわけね。その病院っての意外とここかもよ。この新宿衛生病院、実は怪しい話があるんだよな。人体実験やってるだとか、霊視した霊媒師が逃げ出したとか、カルトの息がかかってるってのもあったな。そうなの？私何も知らなかった。やだ、来るんじゃなかったな。こんなとんでも雑誌の記事なんて鵜呑みにする気はないけど、でもこの病院明らかにおかしいわよね。おう。先生のこと心配になってくるな。しょうがない、もうちょっと探そうぜ。何にもなきゃ何にもないでいいわけだし。なんかね、分院があるみたいなんだよ、2階から行けるところ。俺そこら辺当たってくるわ。はい、これお前は地下を探してきてくれ。カードあるならあんたが地下探せばいいじゃん。
それとも怖いの？ちょ、怖くなんかないってのは。どうせ地下になんか先生はいないから代わりに頼むの。お前は先生がいないことを確認してくれれば OK。 出会いを果たすのは俺の役目。じゃあな、何かあったらすぐ逃げろよ。まったくもう調子いいわね。でも正直私も先生のこと心配だわ。もう少し探してみましょう。先生、見つかるかな。誰かね。今になって静寂に水を差すと困ったものだ。知っているかね。4月は残酷な季節、そういった詩人がいる。不毛な大地を前に冬眠から目覚めねばならないからだ。思えば人類の世など不毛なばかりだった。めしいた文明の無意味な膨張、繰り返される流血と戦争、数千年を経てなお脆弱な歴史の重ね塗りだ。世界はやり直されるべきなのだよ。救いは弥勒経典にある。今日はその予言の成就される日だ。古い世界は黄昏に沈み、新たな世界が生まれる。君は何者だね。公園の粛清劇を生き残った同胞というわけでもなさそうだ。彼女の知人か。なるほど、ここは病院だったな。見舞い客というわけか。だが蟻の穴から包みが崩れるということもある。少し不憫な気もするが、消えてもらおう。何、恐れることはない。この世界の住人皆がもうすぐ君の後を追うことになる。少し早まるだけのことだ。愚かな、運命に逆らえはしない。やめなさい。ほんの彼一人をなぜ見逃してあげられないの。この程度のことで計画は揺るがないはずよ。ことの代償ではありませんよ。私は計画に例外を許すつもりはない。彼を助けてくれないなら私はもうあなたに協力しません。困った巫女だ。まあ教え子の面倒は教師に任せるとしましょう。今すぐ部屋を出て行ってください。私はこの幸福な終わりを一人静かに迎えたいのですよ。
屋上で待っているわ。あそこなら町がよく見渡せる。その目で確かめにいらっしゃい。これから世界に起こる出来事を。どうかなさいましたか、坊ちゃま。あのものが気になるんでございますか。そうでございますか。それはそれは。でも今は忙しゅうございます。後にいたしましょう。さっきは間に合ってよかった。君が悪魔にやられなくて。あの人の氷川の話を君も聞いたでしょ。間もなくこの世界は混沌に沈むの。それが呪胎。人がかつて経験したことのない世界の転生よ。今この病院にいない人間はみんな命の明かりを落としてしまうわ。こんなやり方きっと誰も許しはしないでしょうね。でも今のまま老いた世界を生きながらえさせてもいずれ力を失ってしまう。世界はまた生まれるため死んでいかなければならない。その罪を背負うのは私だけど、後悔はしていないわ。最後に決まった運命で君はここにたどり着いた。これで君は受胎を生き残るわ。でも、もしかしたらそれは死よりずっと辛いことかもしれない。だけど、私は君を信じてる。ねえ、私に会いに来て。たとえ世界がどんな姿に変わっても私が力になってあげる。これから訪れる世界で私は巫女として創生の中心をなす。きっと君に道を示してあげられるわ。わかってる。理解できないことだらけよね。でも今はもう時間がないの。いい？もし君が自分の力で私のもとへたどり着いたならその時には教えてあげる。すべての疑問の答えを。そして私の本当の心の内を。
が世界へ入りたる者へよ、お前の心を見せよ。おお、お前の心には何もない、断りの芽生えすらない。それではできない、世界を創造するものとはなり得ない。行け。そして探すがよい。お前は何者かにならねばならぬ。恐れ多くも、坊ちゃまはあなたに興味を持たれています。人に過ぎない哀れなあなたに特別に贈り物をあげようと申しております。あなたはこの贈り物を受け取らなくてはなりません。動いてはいけません。痛いのは一瞬だけです。悪魔の力を宿せし、災いなる魂、マガタマ。これであなたは悪魔となったのです。坊ちゃまはいつも見ておられます。くれぐれも退屈させることのないよう。誰だ？まさか公園だった小僧か。その姿は一体。そうか、とりあえず意識は元のままらしいな。やれやれ、何がどうなってやがる。いきなり目の前が光に包まれて、気がついた時にはこの部屋だ。その辺を回った感じじゃどこかの病院らしいが、お前がいるってことは衛生病院か。とにかくだ、
外の様子を知ろうにもおちおち歩くことさえできん。お前もう出会ったか？人じゃない、悪魔とだ。俺に起きたことといい、お前のその姿といい、警察やらを当てにしてる場合じゃないらしいな。ちっ、こいつは真面目に可能性を考えるべきかもしれん。とてもにやかには信じられんが、ここが衛生病院だってんならありえない話じゃない。東京受胎、本当に起きたのかもしれん。このドラム缶みたいなオブジェには見覚えがある。こいつは氷川の秘蔵の品だったはずだ。間違いねえ。全ての鍵はあの男が握ってる。このまま話しててもらちがあかん。お前、戦う力があるなら調べてくれ。部屋の外の四年隊と話したところで何も分かれしねえ。世界がどうなっちまったか、他に生き残った人間はいないのか、とにかく誰かに出会うことができれば何か分かるはずだ。残念だが俺には悪魔のいる場所を歩き回れる力はない。それにこのオブジェについて調べたいこともある。当てにしてるぜ、よろしく頼む。俺のことなら心配いらん。第一、ついていったら足手まといになる。なに、俺だってこんなところでくたばる気はないさ。そのためにもこいつを調べてるんだからな。さあ早く行け。まずは外を目指すんだ。頼りにしてるぜ。悪魔の力、見せよ。着いたか。
は見た上場だ。また近いうちに会う。Thank you.
待て貴様、見かけない悪魔だな。この堕天使フォルネウス様に挨拶抜きで外に出ようってのか。命知らずの坊やだね。さっきはヘマして人間に逃げられちまったが、貴様はそうはいかねえぞ。この病院で舐めた真似する奴は軽く飼ってやるのさ。このヒレでサクサクってよ。しゃあ、すぐに死んでしまうような恥ずかしい真似はしなかったようですね。一安心でございます。仮にも坊ちゃまの情けを受けたもの、その程度の強さで終わってもらっては困ります。そういえばあなた、外の東京へ出るのは初めてですね。それじゃあ、ばあやのおせっかいですが、一つだけ。上をご覧なさい。ご覧の通り、東京は姿を変え、丸い世界になりました。その世界の真ん中で、あの通り輝いているものが見えましょう。あれが家具土でございます。あれはこのボルテクス界を作り出した源。そして、この世界に住む者に力を与えているものです。おや坊ちゃま、もう行かれますか。それではこれで、今後ともしっかり頼みますよ。世界を作るもよし、壊すもよし、
So this here's supposed to be Tokyo. Doubt I'd find any sushi or geishas in this hellhole. Man, that geezer really knows how to sell it. This job already sucks ass. Oh well, time to get to work.